どうもこんにちは、ケビンです。どうもです。山です。アメリカに敬語がない、なんて大嘘でーす。なんかすごくよく聞くと思うんです、その英語には敬語がないと。なぜならアメリカはその上下関係がまあないし、自然的に敬語もないよね、みたいな。アメリカはみんなもう平等だからみたいな言われてる感じするよね。うん、そうだね。日本みたいにはっきりとした、うん、だがです、うん、マスに変わる敬語変化みたいなのはないね、うん、そんなはっきりしたことはないんだけど、そのポジションが上の人に対して丁寧に話さなきゃいけないみたいな文化みたいなのが、うん、存在してるから、うん、あ、危ないその考え方非常に。え、じゃあさ、まあ、その敬語がないっていうのは、うん、やっぱりちょっとそれは違和感がある。え、言い過ぎだね。やっぱりなんか、うん、そう教えちゃうと、うん、痛い目に遭うと思うんだよね。なるほど。結局実際ネイティブはやっぱりその使い分けてるっていうか。そうだね、使い分けてるね。こういう感じのポジションの人にはこの喋り方、その通り、この人にはこういう喋り方っていうのを分けてやっぱり常に考えて喋ってる。さようでございます。さようでございます。はい、上手な敬語でございます。はい、敬語でございます。さようでございます。お上手でございます。ありがとうございます。でも難しいね、なんか逆にさ、うん、とりあえず日本だったらデスマスつけとけばいいわけじゃん。まあ一旦ね、そうそうそう、一旦そうだよね。でもこの場合はさ、その知らぬ間に失礼になってる可能性あるよね。そういうことだよね、うんうん、まあ一つ、覚えておいてほしいのが、うん、日本はさ、結構年齢で、年上だから敬語だ、うんうん、年下なら敬語じゃなくても大丈夫だ、うん、そうだねっていう風に考えるのは結構ベースにあったりするじゃない。そうだね、割とそれは大きい要素だよね、うんうん、アメリカは年齢ではなく、うん、タイトル、ポジション、ステータス、役職とかっていう、そうそう、役職とかで決まってて、うん、だから同じ、うん、じゃあ組織内のリーダーと、うん、そのリーダーの下の人たち、うん、だったらそのリーダーには丁寧に話せるんだよね。ああ、なるほど。ここの同じチーム内には年齢が何であろうと別にそんなに気ぃつかなくていいね。先生だったりとかさ、うんうん、自分のボスだったりとか、うん、コーチとか、うん、そこはね、気を使わなきゃいけないね。なるほどね。あの、言葉遣いというか、あんまり乱暴じゃない、丁寧な言い方じゃなきゃいけないね。じゃあ結構その日本で言われてる敬語がない、アメリカの人はあんまり上下関係がないから、うん、っていうのは年齢のことだけにフォーカスしてるっていうか、日本の社会でいうところのそれがないっていうだけであって、職場とかに行ったらやっぱり結構上下関係はある感じ。そうだね、やっぱ上下関係っていうとまた別のニュアンスを持ってる気がするんだけど、まあね、日本で言う上下関係ってね、そうそうそう、こういう人の言うことは絶対イエスと言わなきゃいけないとかじゃなくて、伝え方を丁寧にするみたいなね、うん、何か聞くときは丁寧な言い方で聞くっていうニュアンスだね。それはポジションでやっぱり決まる。ポジションで決まる。例えば部下の方が年齢が上だとしても、うん、丁寧に話すっていう感じが結構ある。まあ気まずいね。気まずい、気まずいけど、まあ、気まずいけど、うん、丁寧に喋った方がいいね。で多分上の人のポジションは気まずいから、うん、まあ丁寧寄りになるだろうね、年上だったら、ね、その部下がね、うん、年下に抜かれるっていうのはやっぱ気まずさは日本と一緒だから。そうだね、やっぱそれはあるんだ。それはある、実力主義だからさ、うん、そのやっぱ経験が浅いやつに抜かれるっていうのはやっぱやれちゃったっていうのはなるんだな、うんうん、日本でもよくあるよね。俺ね、働いたところでもあったのよ。その、うん、もともとその先輩だった人が今この人の下にいるみたいな、うん、ああちょっとね、うん、気まずいね。この人もだけどこの人が一番気を使ってるっていうね。あ、そうだよね。そうだ、こっちが気を使ってる一番。そうだね、なんか何々さんみたいな、ね、うんうん、なんて呼んでいいかも微妙みたいな、うんうんうん、だからそこは一緒なんだ。そこは一緒ですね、うんうん、なるほどなるほど。であと、うん、ちょっと別で、うん、そのね、ご年配方には、うん、もう特別に、うん、ご年配であるだけでもう丁寧対処になるから、アメリカは。あ、そこには年齢が適用されるの。そこ、そう、その時だけでね、ご年配の方だけはもう年齢っていう、うん、そのステータスでもう、うん、その丁寧に接しなきゃいけない対象になるね。ご年配はやっぱりその見た目で判断してる、例えば65歳以上とかじゃなくて。ああ、そうだね。なんか、まあ、大体イメージで言うと70代から上っていうイメージがあるかな。おじいちゃんおばあちゃん、そう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 、この人はおじいちゃんおばあちゃんだって思った時から丁寧になる。そう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 、丁寧に接するっていうなんか文化があるんだよね。なんかそのさ、丁寧に接すると言われてもさ、うん、そのデスになるとかいうわけじゃないわけじゃん、うん、そうね、具体的になんかどう、はいはいはい、何がどう変わるのかっていうね。そうですね。具体的な、じゃあどうやって丁寧にすればいいんだっていうのは、うん、例えばもちろん名前の前にミスター、ミセスとかドクター、プロフェッサーとか、うん、その人のタイトルをちゃんと言ってリスペクトを持ってその人の名前を言うっていうのもまず一つあります。はい、怒る人いるからね、これは気をつけないと。そうだね、結構そうやってあるんだ。そうだね、独特のプライドがあるじゃん。へえ。あ、そうなんだ。
そのさ会社にいた時さ、うん、結構偉い人が来る時とかあって、うん、ドクターのことをミスターとかって書いちゃったり呼んじゃったりすると、うん、ドクターって言われて、すいませんってなる。難しいね。そうなんだよ。なんか日本のなんかのメールの順番がどうみたいなのに似てるね。確かに確かに似てるね。このこっちの方が偉いのにこう書いちゃったらなんかうんみたいな、ちょっと変な雰囲気になるみたいな、ね。はい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 。そうなんだ。あるんだよね。意外ちょっと。ドクタープロフェッサーはね。ドクタープロフェッサーのその核を持ってる人は、うん、ミスターとか言うんじゃないの。必ずドクタープロフェッサーって呼んで入ってください。結構誇りに持ってるからね。そう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 、 うわーめんどくせえあるんで、だからアメリカも。なるほどね、普通にあるんだね、そういうのね。う例えば他で言うと Can you を Could you に変える。確かにそれ丁寧だって聞くよね、うん、そうそうそう。 Will you とかに変えるとかね。あとか、うん、Do you mind if I 何々ね。ああ。とか Can I smoke here、うん、じゃなくて Do you mind if I smoke here? みたいな、okay. 日本語で言うとここでタバコ吸ってもいいですかじゃなくて、タバコ吸っても気になさらないですか、なですか、うん、そういうやつ、そういうやつ、うん、そのニュアンス、うん、ちょっと遠回しに言うみたいな。そう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 、そう遠回しがあるんでね、単語単語で言うと Thanks じゃなくて I appreciate it、うん、っていうのより、うん、あちゃんとしてる感じするね。 Sorry じゃなくて My apologies なるほどね、ふうに言ったりしたりとかするかな。難しいな、なんか、うんうん、より難しいよね、やっぱなんかさ、うん、単語が変わってきたりすると知識が問われるよね。そうだね、ほんとそうだと思う。だからそこは下手したら日本より難しいかもしれないよね。日本なんて途中が適当でもさ、なんかタバコ吸ってもいいかですかとか言えばさ、うん、なんかその丁寧にやろうとしてんだなって伝わるし。そうだよね、はいはいはい。丁寧さを出す場所がなんか結構難しいし、チャンスが少ないっていうか、うん、必ずしもその Can you とかさ、そのが出てくる文章とは限らないじゃん、うん、だから、うん、Can you があれば Could you にできるけど、それがない時は俺はどうしたら敬意を表せるんだろうみたいな、うん、その人の名前を呼ぶ時にはそのプロフェッサー言えるけど、この場合は呼ぶと変だし、どこで俺は出したらいいんだろうってなりそう。だからすごくこの絶妙なニュアンスを駆使してるってことじゃん、ネイティブは。はいはいはい、そうなんだよね。あとね、難しいだろうなと思うのは、うん、例えば先生とかが、うん、ケビン、あなた宿題やってきたのっていう時に、うん、イエスって答えたいじゃん、うん、これね、私が女性だったら、うん、イエスメアって言うんだっけ。あ、男性が先生だったら、うん、Yes sir, I did, Yes sir ってそのイエスだってさを使うんだよね。とか、それが警察官だったら、うん、ドライバーズライセンス持ってるかみたいな、うん、だから Yes officer っていう、そのオフィサーっていうのをつけることで、そのね、敬意を示さなきゃいけないんでね。それがないと失礼。へえ、難しいでしょ。むずい、難しいんだよこれ。 Please を入れるとかも丁寧になるからね。あの may I drink some water please とかさ、うんうんうん、それも比較的簡単だと思うな。 Please つければ、確かに、まあ、最後につければいい。でもさ、でもそのあの免許持ってるかって警察官に聞かれて Yes please とは言えない。言えないね、それはおかしいことになるから ね、欲しいですとしてもね難しいね。だですとかそういうのとはちょっと違う、うん、文章全体で表す丁寧さみたいな感じだね、うんうん、日本語と結構違う、うん、まあ日本語も究極はそういう時あるけどさ、なんか枕言葉みたいなのがついてるとかさ、うん、あるけど、まあ丁寧ぐらいのレベルだったら、うん、ですますとかである程度カバーできる、そうだね、するからね。あともう一つちょっとね、うん、このいやこれは行き過ぎだろうみたいな思っちゃうのが、うん、例えば Can I smoke?、うん、っていう質問、うん、これを丁寧にしたいと、うん、こういう丁寧の仕方があって、うん、I was wondering if you're okay with me smoking here? っていうね、その丁寧さ、これ丁寧じゃん、うん、I was wondering、 ちょっとあの思ってたんですけど、うん、あの私がここにスモークしてもあなたは OK かなっていうふうにどうかなと思っててっていう今日本語ね、ってなりくどいでしょこれって、うん、普通にあり得る文章だ。あり得る、全然あり得る。もう全然私が何あんまり仲良くない上司とかだったら、うん、そういう風に聞くね、ただの勘違いだと思うんだけど、なんか日本的ってパッと思った。周りくどさんとかね。そう、なんかそういうところがあるって少なくとも日本の人は思ってるんじゃないかと俺は思うんだよね。なんかアメリカっていうか英語ってなんかバーンって言いそうみたいな、タバコ吸っていいですかって普通に言えそうなイメージがやっぱあるから、言わないと思っちゃってたんだけど、そうだ、ね、実際にやっぱりその日本と同じような状況、うん、ちょっとなんかあんまり仲良くもないで、ちょっと厳しい上司とかいたらなんかそういうね、そうなんちゃう、遠回しななんか、そうです、ちょっとあれね、なんか吸いたいなみたいな感じなんですけど、うん、
ね、あもし全然あの嫌だったら全然あれなんですけど、うん、はいみたいなね、そう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 感じになるんだね。一緒だよそれは。一緒だよね。一緒です、その聞き方。アメリカとそんなにストレートフォワードではないんですよね。日本はそういう感じ、アメリカはそういう感じっていう感じじゃないんだね別に、うん、ちょっとそこら辺は一緒なんか、そうそうそう、そこら辺は一緒、うん、極端化されちゃってるよアメリカへのストレートイメージがね、うん、そんなにストレートに言わないぞと、そうそう言ってたら失礼になる場合もいっぱいあるから気をつけた方がいいぞっていう、うん、本当にそれはそうだね、うん、なんかよくある言い方とかで失礼っぽいのとかってやっぱあんのかな。やっぱり断る時とかは、うん、サーンってドアをじゃなくてちゃんとクッション入れて、うん、あのソフトにしようよっていうのはあるから、はいはい、気をつけたいね。なるほど。 No thank you とか、うん、Oh I'm sorry I'm okay っていうとか、うん、I'm afraid I won't be able to do that とかね、I'm afraid その恐れ入りますがみたいなね、うん、っていうふうに言ったりだとか、そんな感じかな、うん、やっぱトータルで今ね、これ今までの流れで言うとゴリゴリに敬語あるってことじゃないって思うんだけど、いやそうだよ、ちゃんとその丁寧に接しなきゃいけない人にはちゃんとそういう言い方で言わなきゃいけないの、敬語ないわけではないんだよ。確かに日本語で言う、例えばその聞く、質問するみたいな聞くをがその伺うになるとか、必ずどの単語にもなんかこうそういうのがあるとか、そこまでじゃないかもしれないけど手法が違うだけであって、そうなんかもっと全体を通して柔らかくするみたいな、そういうやり方なだけであって全然あるっていう、全然あることだよね。そうだからケインが俺たちに話しかける、英語で話すとして英語で話しかけるのと会社の上司に話しかけるのは全く違うワードチョイスになる、そうだねっていうことだよね、リアルに普通に生活してるとしたら、うん、それは敬語があるってことだと思うよ俺は。そうですよアメリカは敬語がないっていうメッセージはもうやめた方がいい、これはやった方がいいね本当に、うん、その考えはちょっとミスリードがかなり強いというか、うん、そうそうそう、やっぱ思っちゃってたもん、なんかみんなに同じように話すのかなって、うん、まあクッジューとかは知ってたけど、うん、それもなんかどういう時に使うのとかとかよくわかんないし、うん、全然普通に日常的に使い分ける。ただね、そのこの感覚に慣れちゃえば、うん、アメリカの方が簡単だとは思うんだよね。その丁寧の仕方は数パターンしかない気がするんだよ。ああ、なるほど、なるほど。日本語ってさ、うん、敬語の仕方ってさ、うん、単語ごとに違ってきたりするじゃない。無限にある感じするよね。そう、それが把握するのが難しい。だけど、そのカルチャーをどんどん理解してきて、あ、このシチュエーションでこういう風に伝えたいときには、ここをこういうクッションを入れればいいんだっていうのを理解すれば、うん、全然こっちの方が簡単だと思うんだよね。確かに。応用できるというかね、いろんなのにそれをつければいいってことになるっていう。だからその間違いがないんだよね、間違えないアメリカの方が。日本はね、間違えやすい、ね、間違えやすいよね、うん、本当に間違えやすい。新人が敬語を間違えて使ってるみたいなあるあるじゃない、日本人のあるあるだよねそうだね、そうだね、そうそうそう、それが、それはないよね、あんまりアメリカだと、うん、知識として備わってねえな、うん、こいつみたいなのあんまないな。なるほどね。日本だとなんか就活で絶対 NG な敬語の間違いどうせってあるもん ね、あるよね、うん、メールとかとか言うよね、めっちゃあるよね。そういうのじゃないんだよね。確かにそれはそうだね、英語の方が感覚が身についちゃえば知識量は少なくて済むっていう、ね、その通りです。ということでやっぱり、結論、英語には敬語がバチバチにあると、はい、まあ、ただ英語の方があの覚えちゃえば楽なんじゃないかとケビンは感じるっていうことですね、うん、そうです、はい、覚えられれば覚えたいと思いますまだ伝わるファーストでしょうからね。まあね、うん、確かにね、あ、そうですよ、そのネイティブじゃない人からしたら、うん、まあ伝わることが優先、多少その敬意を笑わさないといけないっていうので迷う人は絶対いると思うからね、分かった上で喋った方がいい、うん、ね、そうだね。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。仲良くなったらまあちょっと崩れてくるかもね。例えば上司になんかこうちょっかい出されたとして、なんですかやめてくださいよだったけど、こうだんだん仲良くなってきたとしたらなんすか、うん、みたいなちょっとしたリスペクトは残る感じ。そうだな、残るね。ああやっぱそれも一緒か、うんうん